おい、ティーゼ。ん？あれ？ティーゼ？キリト先輩、申し訳ありません。呼びかけに応えず。ああ、いや、別にいいんだけどさ。浮かない表情だな。何かあったのか？いえ、その、何でもありません。ティーゼ、君の心の内を探ることはできないし、俺なんかには悩みを解決することもできないかもしれない。でも悩みは口にするだけで心は安らぐこともあるっていうし、短い間とはいえ、ユージオと一緒に君の先輩剣士としてそばにいた縁もある。よければ聞かせてくれないか？キリト先輩、ではよろしいでしょうか。もし聞くにも値しないと思われたら、途中でそうおっしゃってくださいね。話は切り上げますので。それは絶対にないって誓うよ。安心してくれ。はい。ではその、最近私夢を見るんです。とても嫌な夢。はい、夢の中でその死んでしまうんです、ユージオ先輩が。夢の中で私はずっと泣き続けて、それで目が覚めます。最初は気にしないようにって考えてたんですけど、その悪夢を何度も見るようになって、私それが現実になるんじゃないかって怖くて。同じ夢を続けてみたこと、これまであるのか？いえ、初めてです。どうしてかこの前、先輩と一緒に沼地に行った時からそんな夢を見始めてしまって。沼地に？はい、私先輩と一緒に魔獣がいないか調査をしていて、何もなかったのでそのまま帰ったんですが、その夜から不思議とそういう夢を見るようになりました。そうか、夢っていうのは本人が気にしていたり悩んでることがそのまま映像になって現れることもある。この戦いはみんな命がけでやっているし、ユージオがそういう目に遭う夢を見てしまうのは、ティーゼがそれだけユージオを心配してくれてるってことなんだと思うぜ。キリト先輩、それ自体はあいつの友達として嬉しいし、何よりも本人も嬉しいと思う。まずはあいつに言ってみてくれ。それ自体がきっかけで戦いの際に注意してくれれば、ティーゼの夢だって見た甲斐があるってものだろ。それってものは考えようってことさ。はい、聞いていただきありがとうございます。キリト先輩、ユージオ先輩に伝えてみます。ユージはどこにいるんだ？確かさっきまでこの辺にいたはず。あ、ラニエ、ねえ、ユージオ先輩がどこに行ったか知らない？ティーゼ、キリト先輩、実はユージオ先輩がさっき。どうしたんだ？ユージオ！ごめん、キリト。こんな時に。おかしいな。ちょっと、最近、無理しすぎたかな。ユージオ先輩、大丈夫ですか？ティーゼもごめん。今日の稽古の相手は、無理かな。
お前はいいから寝てろ。しばらくそうさせてもらうよ。どんな治癒も効かないなんて、そんな。何を試してもダメだったな。この世界には病気というパラメータも存在する。軽い風邪から伝染病、重病までその種類は様々だ。神聖術による治癒を施してもならないということは、つまり特殊な症例である可能性が高い。カーディナルを呼んでくれ。ロニエとディーズはここにいて、しばらくユージを見ていてくれるか。はい、わかりました。ティーゼ、大丈夫だよ。今はキリト先輩とカーディナル様のお言葉を待とう。ハム。カーディナル様、どうですか？何か分かったか？ユージョの体に一体何が起こってるんだ？病気か一時的な天命値の異常、敵の神聖術や禁忌目録への逸礼行為など様々な点を疑ってみたが、結論として特殊な毒によるものだと考えられる。特殊な毒？でもカーディナルなら治せるだろう。しかし治癒術が効かんのじゃ。どういうことだ？わからん。神聖術を行使しようにも毒が消える気配が全くない。まるで何らかの意志がユージオの治療を拒むように。でもそれならユージオはどうなるんだ？このままではユージオの体内の毒素は広まり、死に至らしめるじゃろうって。死？そんな。神聖術以外で治す方法はないのか？効くかどうかは分からんが、今この毒に対する解毒薬を作るほかないじゃろうな。東帝国にある沼地の毒草によるもののようじゃ。毒草を加工すれば解毒薬の生成も可能じゃろう。東帝国の沼地？それってもしかして私とユージオ先輩がこの前一緒に行った場所？そうか、近くを訪れたのじゃな。ではその際に空気による毒の感染にあったのかもしれん。でも私は平気です。うん、それは不思議じゃな。その沼地には古くには神獣が住んでいたと言われておる。そしていずれかの時にその神獣は悪しき存在に姿を変えたと言われておるのじゃ。悪しき存在となった神獣はやがて沼地を汚し、植物を枯らし、毒草としてしまったと。それがおとぎ話なのか、歴史的事実を述べた伝承なのか不明か。うん、急遽調べたがそれ以外は分からずじゃ。分かったよ、そこ行ってみるしかないな。現地の人たちからも情報を集めてみる。私も行きます。ユージオ先輩のためなら何でもする覚悟です。ティーゼ、君がついてくることは構わない。でもこれは急を要する事態だ。悪いけど遅いと感じたら置いていくぞ。はい。それでは気をつけて行ってこい。わしはもうしばしその伝承や神獣について調べておく。あの沼地について知りたいだと？はい、毒の沼地という話を聞きました。
毒草を採取して持ち帰ってもよろしいでしょうか。特殊な毒草なんだろう。もし知っていたら毒草から解毒薬を作る方法も教えてほしい。あの毒沼は古来より禁忌の地とされていた。禁忌の地？うむ、昔話によるとあの沼地には毒があると言われている。かつては神獣だった存在が罪を犯し毒を宿した魔獣に代わり沼地を汚したという伝承だ。だがその沼地に近づく誰しもがその毒に侵されるというものではない。とはいえその原因も分かっておらんでな。こんな話がまことしやかにささやかれるようになった。毒に侵され死に至る者は死ぬ運命であったものだと。え？死ぬ運命ってどういうことだ？もともとその者はもっと前に死ぬはずであった。何かしらの大いなる力により運命の改変が行われ、生を続けてしまっている者を元の運命へと戻すために毒に侵されるのだと。なんだよそれは。ユージオがもともと死ぬ運命だったとでも言うのか。そんな、俺はそんなの信じないぞ。悪いけど沼地への道を教えてくれ。いいだろう、草の祭祀も構わない。逆に死ぬ運命でない者にとっては無害なものだ。あの毒に目をつけられた者は必ず死ぬのだからな。つまり解毒薬の生成法なども存在はしない。そんな言い方。ティーゼン、もういい。俺たちは先を急ごう。解毒薬の作り方を知らないならここにいる意味はない。わかりました、行きましょう。ティーゼン、大丈夫か？ごめんなさい。私、先輩のことが心配で。ユージオなら大丈夫だ。あいつは前にも死にかけたことがあるけど、ちゃんと生きて戻ってきた。苦しんでるあいつのためにも、俺たちで頑張って解毒薬を作るんだ。それが今できることだろう。はい。ごめんなさい。キリト先輩だってユージオ先輩のこと心配されてるのに。私、俺はユージオの親友だからな。ユージオがいないときは親友のそば付きをやってる君を励ますのは俺の役目だよ。先輩、ユージオを信じてやってくれ。あいつは運命になんて負けて死ぬやつじゃない。事実ユージオは絶対の法である禁忌目録に逆らい右目の封印を破った。死ぬわけがない。絶対に死なせるものか。あった、これが例の毒草か。あまり多くはありませんね。カーディナル様から教えていただいた既存の解毒薬の作り方を試すしかありませんが、この量ではあまり無駄にはできません。そうだな。よし、片っ端から試してみよう。本来はもっと設備の整ったところでやるべきなんだろうが、この毒草は採取して数分で天命値がなくなってしまう。その前に別の物質へと変換する必要があるんだ。つまりこの場でやるしかないってことですね。ああ、そういうことさ。
失敗。この方法でもダメか。カーディナルから教わったやり方はもう全部試した。キリト先輩、どうしましょう。もう独創が最後の一房に。そんな、クソ、ユージは絶対にお前を死なせるものか。キリト先輩、今の声、沼地から。ああ、そのようだな。今お前たちに構っている暇はない。悪いがさっさと片付けさせてもらうぞ。無駄なあがきよ。何？死すべき者の運命は変えられぬ。最初から無残にも命を散らした我のように運命を受け入れるがいい。逆らいし者よ。なんだと。なんでしょう。周囲が急に霧深くなってきました。これはキリト、ティーゼン、ユージを。どうしてここに。ごめん、先に行くよ。僕は死ぬ運命だったんだ。そんなことない、ユージを。死なないでください、ユージを先輩。いや、私を置いていかないでください。ティーゼ、まさかこれは君の見た夢の続きなのか。確かに言われてみれば似ているような。アクチュームってやつか。なら俺たちに幻を見せているのはお前か。おとなしく運命を受け入れていればよい。ならば先にここで朽ちるがいい。ふざけるなよ。ユージオは絶対に運命になんて負けやしない。ティーゼ、こいつの言うことなんて信じるな。君に剣を教えたユージオはそんなヤワな奴じゃないはずだ。キリト先輩、ユージオはどんな時だって強くて優しくて何かを諦めたりするような奴じゃなかった。そうだ。そうです。ユージオ先輩は罪を犯してまで私たちを助けてくれた。今度は私が先輩を助けなきゃ。先輩、強くなるって約束、今こそ果たしてみせます。そうだティーゼン、俺たちで絶対にユージを助けるんだ。はい、共に戦ってください。抗う者よ、ならば我がその運命を正してやる。あの者は死ぬ。我のように抗えず耐えるのだ。
倒しましたね。ああ、ティーゼ、見てみろ、最後の独走が。加工が成功してます。どういうことだ。運命を受け入れなかったこと、ユージオの運命を改変できたことで解毒薬が生成できたのか。正しくはそれが真意となって。キリト先輩、早くこれを持ってセントリアに戻りましょう。ああ、そうだな。よく戻った。して解毒薬は作れたか。ああ、これをユージオに飲ませてくれ。ユージオ先輩は。あと数時間というところだった。どうにか間に合ったと安心するにはまだ早いか。とりあえずこれを飲ませるとしよう。二人ともよく頑張ったな。ティーゼ、差し入れ買ってきた。少しは何か食べた方が。疲れて寝ちゃったか。帰ってきてからもずっとユージオの様子を見てたから当然だよな。悪い、起こしたか。いえ、私寝ちゃってたんだ。当然だよ、今日は相当疲れただろ。ベッドでちゃんと休んだ方がいいんじゃないか。カーディナルからも徐々に回復するはずだって言われたし、ユージオは俺が見とくからさ。ありがとうございます。でも私平気です。キリト先輩、あの、ん？さっきユージオ先輩の夢を見ました。今度は先輩は死んだりせず私を見て笑ってくれました。そうか、よかった。あ、ユージオ先輩。二人とも。ユージオ、大丈夫なのか。ああ、驚くほどいい気分だよ。まったく、心配かけやがって。毒にうなされている間、夢を見たよ。そこでキリトとティーゼが僕のために戦っていた。そうか、でもそれは夢じゃない。ティーゼはお前のために本当に必死になって戦ったんだ。そうだったんだね。本当に感謝してる、ティーゼ。ありがとう。いえ、私はユージオ先輩のためなら何だってできるんです。幸せ者だな、ユージオは。ああ、僕はこんなに僕を思ってくれる人たちに囲まれて、そして守られてる。僕は本当に幸せ者だ。これはキリトやティーゼを置いてオチオチ死んだりなんてできないや。先輩のその言葉を聞けて
私なんだかすごく安心しました。俺もだ。その息でこれからも頼むぜ。なんじゃキリト、わしに話とは。マスはありがとう。今回はあんたのおかげで助かった。カーディナルが調べてくれなきゃ勇士を助けられなかったからな。何を言う。お主らにはこれからもしばらく働いてもらわねばいかん。そうやすやすとくたばられては困るのじゃよ。それもそうだな。あと、もう一つだけあんたに確認したいことがあるんだ。沼地の魔獣は運命の改変を許さないと言って、ユージオの体を毒で蝕み俺たちに襲いかかってきた。魔獣の言うことを信じるわけじゃない。ただあれから気になってしょうがないんだ。ユージオはもともと死ぬ運命だったなんて、そんなことがこの世界であり得るのか。そうじゃな。順を追って話すとしよう。まずはお主らが戦った沼地の魔獣についてじゃが、わしはあれから大図書室にあった書物であの沼地に残る伝承について調べた。書庫の奥の方に記録があってな、探すのには随分と骨が折れたぞ。かつてあの沼に住んでいたとされるのは人語を喋ることのできる神獣じゃが、そやつはとうの昔にアドミニストレーターが命じ聖号騎士によって討伐されてしまった。それは武具の一つに変えられて今なお宝物庫に貯蔵されているそうじゃが、妙な記録があってな。妙な記録。あの女が神獣をリソースに武具を作ろうとした時、その神獣の記憶にはわずかな欠落があったとのことじゃ。おそらく神獣が今あの際で感じた死への恐怖の記憶が強烈な真意となりあの地に残留した。今回はその残留した記憶がカラントの種と反応し沼の魔獣となって再び蘇ることとなったのじゃろう。そして死の運命に抗えなかった自らを呪う思いが真意となり、死の運命を乗り越えた者を見つけ淘汰しようとした。奴がカラントによる復活を果たす前もその真意が作用し沼の草は毒草と化していたのじゃ。また魔獣として復活したことによってその力は決定的なるものとなりユージを襲った。なるほどな。だからってどうしてユージが死ぬ運命だった、いや死の運命を乗り越えたものだとみなすことができたんだ。これはあくまで推測に過ぎんが、おそらくはメインビジュアライザーに残った意識との共鳴じゃ。意識との共鳴。時折妙なことも起こるのじゃよ。メインビジュアライザーには全ての記憶、そして時には現実にはありえなかった事象までもが記録されることがある。現実にはありえなかった事象が。うむ、それは主に真意によるものじゃが、おそらくユージオはあの女との戦いで自らの死を覚悟し天命が失われる瞬間を脳裏に思い描いたのじゃろう。それがあまりに鮮明な真意としてメインビジュアライザーに焼き付けられてしまった。だからこそある意味でもう一つの現実としてその道も確かにこの世界に存在していたのじゃよ。なんだか頭がこんがらがってくるな。つまりこの世界の人々の記憶によって構成されるメインビジュアライザーが存在する以上、パラレルワールド、つまり平行世界のように存在しないはずの未来が焼き付けられることもあるのか。うむ、ごく稀な事象じゃがな。だがそれが現実を超えたものとして上書きされることはほとんどない。そしてカラントより現れた魔獣はフラクトライトを持たず、お前たちの言う NPC たちと同じくメインビジュアライザー内にデータを持っている。過去最高司祭の命で命を失った神獣は
メインビジュアライザー内に残るユージオの死の記憶を見た。ティーゼが見た夢に関してもおそらく同様じゃ。メインビジュアライザー内に残る強烈なユージオの心象がティーゼ、そして沼より蘇った神獣にメインビジュアライザーを介して共有された。それゆえ神獣は死の運命を塗り替えたかのように見えた。ユージオを狙ったのであろう。なるほど、メインビジュアライザーを通してそんなことが起こるのか。うむ、メインビジュアライザーは全ての人間、事物の記憶を貯めておく場所でもあるからな。なあ、カーディナル。何？心配せんでも大丈夫じゃ。ユージオは死なぬよ。ティーゼとお主の思いがメインビジュアライザー内に残留した死の道筋を生の実証に上書きし消し去った。もうあの時アドミニストレーターに殺されておればという可能性はどのデータ内にも生きておらぬよ。そっか、よかったよ。うむ、弱気になっとる暇はないぞ。死の運命を塗り替えたのじゃからな。なあ、分かってる。ありがとう、カーディナル。メインビジュアライザー、全ての記憶の保管場所。それは時折にわかに信じがたい事象を起こす。この世界はまだ見知らぬ可能性に満ちているのかもしれないな。ともかく、ユージオが無事で本当によかった。